日本の鉄道は1872年、新橋から横浜を蒸気機関車が疾駆したのに端を発すると言われています。歴史の授業でも習うくらいですし、文句はまあ出ないでしょう。しかし、旅客を無視した輸送だけで言ったら、石炭を運び出すために北海道に敷かれた、1869年の茅沼鉄道が第1号だとされています。それを教科書の嘘みたいに言って、義務教育をサボった結果陰謀論に傾倒している奴らに風潮して、あぶく銭を稼ぐのもまた一興なのかもしれないですが、それはダミエまがいのサムネ詐欺という手垢にまみれた、再生数個時期の方々に任せることにして、とにかく炭鉱と鉄道は、文明開化の時代を迎えて以来、ミサンガのように密接に絡まり合ってきました。それは北海道と言わず、遠く離れた中国地方でも同じです。っていうわけで、本日はそれを象徴する山口県南西部のローカル線、宇部線に乗ります。これから乗り込むのはこの車両、宇部駅の0番線で発車を待つ105系です。1981年に作られた103系をベースにしながらも、新技術を取り入れなかった保守的かつ死番号な車両です。わずかな乗り換え時間で乗り込んだ黄色い車両が、黄色い声とは真反対の重低音を奏で、宇部駅を出発。もったいぶるのも尺なんで、パパッと解説。宇部線は、宇部と新山口を結ぶ 33km 程度の路線。冒頭で示した通り、炭鉱鉄道が始まりです。宇部炭田から石炭をせしめてくるため、なんですが、その大量輸送時代に至るまでの道筋は長く、宇部炭田のあけぼのは、遅くとも17世紀の手前。その頃には村民が個人的に炭田をぬちゃぬちゃいじくり回して、黒いのをブリブリ書き出していたみたいです。しかしホリホリの技術は、施設もいいとこでした。まあ村民が個人的にやってたってのもあるし、あくまで焚き火の代わりの燃料って立ち位置だったので、何もスパルタ兵士のごとく、ゴリゴリの武装をもってして炭田に立ち向かう必要なんてなかったってのもあります。ただ、それも黎明期の話。1800年を過ぎる頃になると、需要が青天井を叩き出したので、石炭の掘削に対して、青二才な態度なんて取ってられません。だから、年ごとに規模を増して、秋から春にかけての採掘が行われてきたらしいです。ちなみに夏を抜かしているのは、宇部の炭鉱は湧き水が出がちで、とりわけ危険だったからだそう。でもそこは、水を汲み出す機械を作り出して解決したらしいです。弱点に対する技術のカバー力たるや、巨神短界のプラグマティズム。とにかく一人遊びに近かった宇部の炭鉱は、炭鉱でもするかのように大規模化を見せまして、それで、幕府、藩もろとも、宇部の炭鉱を直轄とし、ピラニアのような押し合いへし合いが始まって、明治期になると、下等競争が勃発し、企業が先っちょと言わず、根っこまで突っ込み始め、猫も杓子も上髪のように、技術を取り入れたい、と、産業革命の風が吹き荒れるようになりました。ただ明治後半に入ってもなお、宇部界隈には、電気すら通っていませんでしたし、あとは交通網も陳腐でした。ってわけでここから本題。そもそも石炭を出そう。となっても、宇部の拠り所は船くらいしかなく、山陽鉄道が神戸から下関を開通させてもなお、今の宇部駅は存在してなかったし、文明開化の象徴とでも言うべき人力車でさえ、明治中期に突入して、やっと衆人環視の表舞台に立ったほど、一応、大正に入る手前の1910年になって、今の宇部駅がやっと完成したのですが、肝心の宇部エリアの中心部からは 5km も離れていて、所持の船が海に浴する回路に対し、鉄路の恩恵に浴するのは難しかった模様。そこで、宇部協同議会なる組織の講演も受けて、宇部軽便鉄道が立ち上がったそう。ちなみに、宇部協同議会ってのは、工区の統一、管理や公共事業を行った組織のこと。今でいう NPO に近い存在です。とにかく、村の外から部外者が測量しに来たという危ない噂まで聞きつけて、せこせこ敷設準備に取り掛かった宇部軽便鉄道ですが、一筋縄と思いつきで全てまかり通るほど、鉄道敷設の道は緩やかではありません。わかりやすい例で言うと、宇部の一つ先の駅までに早速立ちはだかる、この古東川でしょうか。宇部軽便鉄道は、野心こそ、プロメテウスが与えた火のように燃えたぎっていれども、曲がりなりにも私鉄ではあるので、お金には限度があります。しかし、将来のことを考えると、一時のいきなりステーキのように、でかい川に対して、大胆なコストカットはできません。だから、木製の橋脚を採用するつもりだったけど、古東川のでかさにちきって、鉄製の橋脚を採用し、橋脚に費やした分、他の工事、車両とかを切り詰めなくてはなりませんでした。わかりやすい例で言うと、車両でさえ国鉄車のお風呂という低たらくです。こうやって足が出た時の辻褄合わせは、よそでやればいいんですが、マッコを出した時の替え合わせを、よその家でやると、気まずい雰囲気になります。おっほん。ただ老朽化なるメメントモリの影は、元私鉄にだって容赦なく襲いかかってくるもの。長年使うにつれて、宇部軽便鉄道近世の鉄脚の体はボドボドになり、橋脚自体も、大して地面に埋まってなかったので、大体1963年くらいに新しい橋へと変動を遂げました。ちなみに、曲線改良ついでの新線切り替えという方針を取ったので、決死の覚悟でこしらえたご自慢の鉄橋は、地皮もアイレンの錠も一切なく取り外されてます。心血と銭を注いだはずの橋脚が外され、他の路盤は使い倒されるという低たらくは、魂を込めた絵が伸びず、落書きのはずの絵はバズる、絵師の世界みたいですね。ところで、宇部軽便鉄道は、将来のことを考えて、橋を立派なものにした、と言いましたが、その将来のことこそ、宇部軽便鉄道が主眼としていた、石炭輸送の円滑化でした。というのも、宇部軽便鉄道は、あくまで軽便鉄道なだけあって、線路の幅は 762mm にする予定でした。貨客が日々安安状態の宇部駅のポテンシャルをさらに高めるのも理由でしたし、ただそういう浅い見栄を張って宇部駅で貨物を積み替えようなんざ正直色々とだるいです。顔の上に鳩の糞でもまき散らされたみたいな、最近流行りのグリッターフィルターくらいだるいです。だからこの際、山陽本線と直通させるという将来のことを考えて、線路幅を 1067mm に見直したといいます。線路幅を変えるのは比較的楽なんですが、762mm 前提で作った橋を変えるのは楽じゃないので、橋を 1067mm 対応のものにせざるを得ないって意味でも、厚東川の鉄橋は資本金を貪り尽くした存在だったらしいです。とはいえ、資本金を貪り尽くした存在はもう一つありました。それが単純に土地の買収。日露戦争が過ぎたこの頃は農業にかかる税が大きめで、各地の農家は大方困憊してました。だから内務省が地方改良運動なるものを出して農業を後押しした時代でした。それ自体はいいんですが、そういう諸々を受けて米価と地価が乱高下を繰り返す始末。だから土地買収も難しいったらありゃしない。そうして工期の延長を2回ほど頼み込んだ末に、宇部新川までの 6.7km を1年かけて敷いたそうです。一応中心部まで繋がったと言われればそうですが、かなり前途多難です。もっとも開通直後に不況が巻き起こり、中心部の炭鉱も事故を起こして閉鎖したので、虫の息という言葉ですら甘い王能と叫ぶ王能反問の暗嘆、もはや出落ち芸さながらですが、ここからどうなるんでしょうとするうちに伊能駅へ。宇部線と似た要領で小野田駅から伸びる小野田線との乗り換え駅です。小野田線のうち、ここを含む南側の前身は宇部電気鉄道っていう別の会社。敷設の動機に関しては宇部鉄道のそれと大差はなく、石炭を宇部港に運び出したいとか、小野田の町に鉄道をつなげたいとか、昭和時代に巻き起こった会社の割には随分黎明期っぽい理由付けがなされて、小野田港の南、長友山から伊能のちょっと先、沖ノ山急行あたりまで伸びた線路です。そうして 12km ちょっとの路線を細々ことこと運行していた宇部電気鉄道ですが、昭和の中盤に差し掛かると国がいかにも臨戦態勢という顔を見せ始めます。そんな戦時下の中、12km しかない弱小施設に湖をたゆたう白鳥のごとく羽を伸ばすことを許したところで、ただただ煩雑になるだけです。それで1941年に宇部鉄道、法律の関係で宇部軽便鉄道から解消したやつなんですが、と合併し、社名としてはつゆと消え、宇部鉄道を長与花よとおだて上げる存在になりました。しかし比較的マンモス施設へと躍り出た宇部鉄道も、朝顔の花ひとときと言わんばかりにすぐ散って、私鉄がのさばっていては統一的もクソもないからか、合併から2年くらいであっという間に国鉄の持ち物になりました。チャイコフスキーの楽曲のごとく舞うように雌花をくじいていくその光景たるや、朴突の集団を朴突黒松の顔つきで淘汰していくようで、かなり血みどろな様相です。ところで今でこそ下り顔で伊能駅に接続している宇部線ですが、何せ宇部線と小野田線が辿ってきた歴史たるや、ガニとザリガニくらいかけ離れてます。だから犬猿の中の模範例として教科書にでも載る気なのかと疑うほど接続が壊滅的でした。というか宇部線、小野田線自体が危険でした。小野田線の方は国鉄一の事故路線とかいう突き抜けた不名誉をもってして紹介を終えるとして、宇部線の方もなかなかやばく、1949年くらいまでは変電所も設備も貧弱で、3両編成のうちモーター車、運転台付き車ともそれぞれ端っこに1つだけという不自然さは序の口。電車のドアですら空気圧縮機のスペックが足りなくて閉じ目装置が使えないありさまという、運行するたびに乗客の命をかけてチキンレースが開催される、花からターキーも甚だしい路線でした。ただ当時は東横キッズの廃盤狼藉に被験する治安にまみれていた2路線が国鉄の持ち物へと変わってまだ数年。だから国鉄もポテンシャルを生み出したいと、そうした危険さをしらみつぶしに解消していき、その道すがら小野田線の伊能駅に宇部線を接続し、点でバラバラだった元私鉄の残滓たちを画一的なものにしたとか言えます。国鉄ファミリーになったが最後、バコバコテこ入れが施されるというわけで、いわば山口県西部の鉄道軍たちは漏れなく国鉄によって近親相関、宇部新川に到着しました。宇部線が国鉄に買収されて以来、しばらくはこの宇部新川駅が宇部駅を名乗っていて、かつて宇部駅として開通した山陽本線の方はそれを受けて西宇部駅になったらしいです。町の流星と駅位置等を地理的な杓子定規に当てはめたらそれでいいんですが、路線の知名度で見たらどうでしょう。これが宇部線の宇部駅と言われても何分閉鎖的な路線なのでピンときません。一方、山陽本線の宇部駅ということにすれば、当時の特急街道だった山陽本線から宇部エリアへの玄関口だということが手に取るようにわかります。だから山陽本線に宇部駅を返上するのも宇部なるかなならぬ宇部なるかなってわけで、宇部中心部にあったはずの宇部駅は宇部商工会議所の東奔清掃により宇部新川駅へと名前が戻ったといいます。一時は市の看板を担った宇部新川駅も手を返しなお買いの最中で名前が変わり、宇部を背負うにふさわしくないとの烙印を押されたゴーゴリのように思想的な展開をたどった駅です。さて、宇部新川駅で新山口行きに乗り換えていざ出発。お相手はこれまたカステラのように黄色い直方体の10模型。もうお腹いっぱいです。2017年をもって宇部線の車両は軒並み真っ黄色の色合いになったのですが、伝統的なカラーリングから逃げちゃダメだと言わんばかりに、民営化直後から宇部線では主流だった赤青白のカラーリングが2022年にあんな具合に一編成に戻ってきたそうです。セロテープみたいなカラーリングしてるくせに、民営化時代と寸分たがわぬ由緒正しき塗装だと考えると、池シャーシャーと下びた二つ目をつけるのも、しとばかしよろかしく思えてくるものです。でも冷静になって考えると、この車両が民営化以前から宇部線を走っている事実は、北欧神話のユグドラシルのごとく根付いて、一切合切揺るがぬ事実と化しているので、さすがに外身も中身もオンボロの優等生なるあだ名くらいは、伊達祭ってやってもいいかもしれません。さて、宇部鉄道に名前を変え、宇部電気鉄道と合併を繰り広げるよりも前の宇部軽便鉄道が、辛くも宇部から宇部新川を敷いた頃にまで話を巻き戻しましょう。山陽線の宇部駅とつながった宇部新川ですが、中心部の割にはだいぶ袋小路な位置にありました。それに、当時は地方の産業を活性化させようという機運が強い。そうしたら、海岸線を伝って山陽線との連絡点をもう一つ作りたい。ついでに山口線を経由して山陰線にも行けるように、小郡駅、今の新山口駅につなげたいと思うのも当然の帰結でした。だから1921年、小郡駅までの延伸の免許を申請したところ、翌年にはゴーサインが出たので、早速、工事の準備を始めました。宇部軽便鉄道という社名から軽便が取れるのは、大体このタイミングです。ちなみに、延伸にあたっては、すでに敷いた路線の宇部新川のあたりのルートをちょろっと変えるという手法を取ったので、1台目の宇部新川駅は今より500メートルほど南東にあったのですが、SNS の政治家化にも迫る勢いで叩かれ潰され、闇垢くらい跡形もなく消えました。今でいう、宇部中央なるバス停のあたりが、せめてもの亡骸を示しているのですが、その中央なる就職でさえ、幾分から元気の風災というべき状況です。さて、工事の準備を進めていた宇部鉄道ですが、一つ、親と恋が漏れる事態に見舞われます。それが、宇部鉄道と似たルートで敷設を考えていた周南鉄道の存在。あろうことか、周防南部の人がスクラム組んで、宇部市内と小郡を結ぶ周南鉄道を追っ立てようと計画を練っていたのです。しかし、周南って地域的には徳山あたりのはずだし、旧国名の周防の南部だと解釈するのが妥当だとしても、宇部はもろ長門エリアなんですよね。有志の熱意ばかりがどうにも先行する、エゴのニコノリみたいなガバガバ社名だ。そんなガバガバ周南ちゃんも、改陳だのにも案を応じたわけで、宇部鉄道の社長が、俺らに敷かせてください、あと援助もくださいと頼んできたらいいだくだく。一見、抵当平身の素振りを見せているようで、真から厚かましい社長ですが、ガバガバ周南鉄道の許可も経て、工事を進めることには成功しました。八幡製鉄所でこしらえたレールを使って、まずは常滑までが、続けて阿知津までが開通。そういう具合に、宇部鉄道も油が乗ってきたので、この頃さればと、機関車の増備を企てました。懐がドライアイス張りの温度感だったせいで、橋以外の設備を極限までケチった、あの元宇部軽便鉄道の所業とは思えません。とはいえ、需要曲線がいくら元気でも、供給曲線が息してないと、八方塞がりなもので、どういうことかというと、その頃国鉄が、サトゥルヌスの面持ちで路線を敷いては、車両を増やしとやっていたせいで、どこも宇部鉄道に構ってる暇がなく、国内で車両を調達してくるのは絶望的でした。だから、アメリカの会社に頼んで、汽車を作ってもらったと言います。でも、アメリカと日本では基準が違うので、注文までには、もろもろの困難をきたしたそう。弱り目にたたり目のゴリ夢中で、どうにも気がかりさが突き抜けていましたが、人間万事採用が馬とは、廃れることのない金言。人間万賃催眠が馬乗りで、生死がスタートを切る地点は金玉。どういうことかというと、その頃、関東大震災の起こり、あらゆる資材の製作所が、復興にリソースを割き始めました。他の鉄道会社は、資材が思うように入ってこなくて、軒並みペシミストの面持ちを見せたのですが、宇部鉄道はそれを横目に、輸入税の免除とかを経て、外国製品を購入するチャンスを得てきました。しかも、アメリカに機関車製作を頼み込んだ実績があるので、大方の手順は、すでに分かっています。だから、息を吸って吐くような当然の所作で、アメリカに 30kg レールなどを頼み込んで、小郡までの敷設に向けて、増資もした上で手ぐすね引きました。かつて精神病棟で死を悟ったゴッホが、星月夜なる大傑作を残したように、絶望の中に張り巡らされた実績を紡ぎ出してこそ、覚醒のような起点が導き出されるのかもしれません。と言っているうちに、草江駅に到着。目と鼻と住宅地の先には、山口宇部空港がお出まし、かつては大阪とか韓国とかに突撃する便もあったらしいですが、現状旅客輸送は、東京便を10往復ほどやりくりするだけと、お世辞でも使わない限り、交通の要衝呼ばわりするのは難しい規模になってます。昭和時代には一切の懸念もなく、羽田空港並みの照明をあつらえただのと吹聴したのに、羽田の後陣すら拝することができていない点、気の毒も飛び越えた猛毒に値します。それで言ったら名称だって、宇部だけでは心もとないからか、まるで宇部ごときはマイナーとしてでも言わんばかりに、後々山口宇部と懸命のお飾りがつきました。そんな体たらくを見た草駅は、別に空港駅だと謙遜する様子もなく、あるいは、お宅の空港駅を名乗るなど、こっちから願い下げじゃ、とでも言いたげなのか。とにかく老行に溶け込んだ草駅にそんな哀憐の情もなく、空港も寄り駅なのに、毎時1本以下と静まり返っている状況です。かわいそう。しかし現代人というのは、かわいそうなるペラペラな言葉を原動力にして、やれ平等だの博愛だのとわめくような生き物なので、浅い同情を注ぐのも、ここいらで一区切りした方が、空港にとっても駅にとっても良い気がしてきました。車窓に話を戻しましょう。列車は常盤駅の辺りに来ました。眼下に望む周防灘は宇部線が海岸線たるゆえんを思い起こさせる絶景ですが、あいにくろっこり海が見える区間は残念ながらここが最初で最後です。海岸線と言われてもせいぜい相対的だと考えると、何かにつけてストイックさを感じるものです。とか言ってるうちに常滑駅へ。延伸の第一段階で到達した駅です。かつてこの宇部市東部の界隈は一色谷際と呼ばれていたのですが、後々それが東西に分けられ、この常滑エリアは西際と呼ばれるようになりました。この常滑駅もかつては所在地に西際という字面が並んでいたそうですが、いつからかどういうわけか西際からあぶれ者にされ、現在の所在地は常滑の2丁目ということになってます。ところで、際と常滑はたかだか一字違いですが、その一字にこそ探偵の友人ワトソンが嫌気着薬するほどには明確な違いをはらんでいます。際の方は海岸線に打ち付けた波が分かれるからという単純明快なものだとされています。しかし、常滑の方は伝説に基づくようで、だいぶ入り組んでいる様子です。というのも8世紀の後半、和家の清丸という人物が大分の宇佐八幡宮に向かったところ、途中で悪天候に見舞われて、あえなくこの地に寄港したらしいです。でも、駒を進めないわけにはいきません。そこで、近くの神社にお祈りを捧げたところ、海が床のようにツンとした顔して静まり返ったので、常滑という地名が生まれたといいます。ところで、和家の清丸が宇佐八幡宮に向かった理由ですが、宇佐八幡宮が宋の同郷を天皇にしろって言ったから確認しろ、と聖徳天皇が和家の清丸に命じて向かわせたのがその理由。でも、女皇統無形の信託などあっちゃならないのか、あるいは8世紀にして政教分離の風が吹いてきたのか、宇佐八幡宮から舞い戻ってきたわけの清丸は、そんなの原作では言ってないと、同郷の妄言を否定したと言います。ただこの頃は、同郷も天皇もややぐるといった具合で、質の悪い油がとことん乗っていたので、わけの清丸は、わけべの北なまろという、口に出すのもはばかられる名前に変えられ、鹿児島に左遷されたとか。いくら、海の荒波を沈めた神社でさえ、地味泥の人間関係の波は、どうにもできなかったみたいです。とはいえ神社に頼らずとも、人間なんてのは性癖を発表することで分かち合えるもの。どんどんさらけ出していきましょう。は、寝取られが性癖？人類の平和の実現までの道のりは、意識が遠のくほど長そうです。とかこぼしているうちに、際駅に到着。国道190号なるロードサイドから、民家を隔てた位置に、ぽつねんと体育座りするように、駅舎があるからか、駅周辺はしんとしており、宇部線に対する地元住民の熱意も、ようとして知れません。でも、不設当時の熱意は竹縄、ってことで、歴史のよた話に話を戻します。常滑駅まで開通以降、再三増資を受け、小郡までの延伸を完遂した宇部鉄道。その電化は1930年手前と、だいぶ早い段階で行いました。なんたってその頃は、ちょうど乗り合い自動車、バスが台頭してきていました。宇部鉄道からしても、それは対岸の価値じゃないので、バス事業に参入しようと試みたのですが、ライバル会社だった宇部自動車株式会社が、トレンドワードを並べ立てて検索上位に居座る AI 絵師のごとく、集客に一切の余念がなかったので、クソ、背水の陣だと言わんばかりに、オンボロ客車を追いやって、電化を進めたのです。弱肉強食を恐れて、とっさの聡明な判断を下すのは、当時の小粒な私鉄の強い点です。ちなみに宇部鉄道、電化数年後に、その宇部自動車株式会社を買収してるので、ちょくまかバスで煽り立ててきた、メスガキのような会社を、幾分分からせるのには成功したみたいです。成功だけに威嚇して、石炭輸送に始まり、日中戦争を経て、産業の勃興も垣間見た宇部鉄道。その勢いは、国鉄に買収されても、100歳まで踊りを忘れぬスズメのように、瀬戸内の荒廃地に佇む工場に向け、石灰石と通勤客を運び続けました。特に、石灰石とかの貨物輸送については、昭和中期の営業係数は68、旅客の方は200オーバーという低空飛行を気が動転する素振りも見せずに、涼しい顔して叩き出し続けていたのを考えると、宇部線というのは、ロミオとジュリエットの恋のように、貨物輸送にお熱だったことがわかります。しかし、その二人の末路が悲劇的なように、宇部線と貨物輸送との色模様も21世紀に入ったあたりで車両を見せます。まずは1998年、宇部港駅までの石灰石の輸送を廃止することにしました。ちなみに宇部港駅ってのは、宇部新川の南にあった貨物駅、宇部鉄道に合併された宇部電気鉄道が産み落とした沖ノ山急行の発展型だと思ってもらえれば、とはいえまだ、美祢線を通じて宇部岬の工場まで石灰石を運ぶ使命は残っていました。宇部港駅は賢者モードに入ってしまいましたが、宇部岬にはまだ、来て、石灰石欲しいのと欲望をさらけ出せる余力があったんですけどね。2009年をもって、あえなく、その石灰石輸送も終幕となりました。ちなみに宇部線は、顔つきこそ地方交通線ですが、これでもれっきとした幹線です。なんで幹線かっていうと、貨物輸送がご立派向きマッチョ状態だったから、宇部港駅だって、昭和の後半には全国1位の貨物量を誇ってましたからね。とはいえ、貨物のない宇部線など、プルーストが見たら、いくらか売りを戻さんとしそうな悪夢。それなら旅客に頼ろうと言ったって、商業、医療の施設が、やや駅から離れ気味で、抜本的な改革が難しい。輸送密度で見てもギリ2000乗ってるくらいで、鉄道の特性が活かせるラインに乗ってるとはいえ、ポテンシャルにはハテナマークがつくもの。それゆえ、宇部市をはじめとして、大真面目に、宇部線の BRT 化が議論されたこともありました。毎時1本程度の宇部線と大体並行するバス路線を再編しようとダイアグラムまで作るガチっぷりを見せ、ピタゴラス教団にも迫る勢いでそろばんを弾いたのですが、 BRT 化は断念することにしました。というのも BRT 化にかかると見られた費用は実に153億円。地方財政でどうにかできる域なんざとっくの塔に超えています。それに JR 西日本はその当時コロナ禍を猛烈に引きずっており、協議も資金調達のビジョンも霧の中に迷い込み、事業は事実上の凍結へと相なりました。地方の交通網を使いやすいラインに引き上げるのでさえつくづく莫大な費用がかかることを思い知らされます。と言ってるうちに宇部線も終盤、ただいま深溝駅を出発、地名マンコの暗湯じゃないなどとお上品な思案の浅瀬で騒ぐのはご法度。この一帯はかつて海の底で、戦国時代に大内氏が山口エリアを掌握していた頃はこの近辺にでっかい船がピストン運動のごとく突っ込んばっこんしていたそうで、その入り江の深さから深溝と呼ばれたそうです。山口東部柳井の南にあった上関港と下関港の中間地点にある港ということで、それ相応のにぎわいを見せてくれたのですが、北から流れてくる椹野川のせいでどんどん港が埋まっていきました。このままだと深溝が性転換しちゃいます。さあ大変。しかしそこは江戸初期から開墾でご利用し、この一帯を穀倉地帯へと押し上げてやりました。江戸以前はビジュアル的に種付けをイメージさせる地域だったけど、現在は文字通りの種付けをやっている、そういうのが深溝エリアってわけです。上香川を出れば次が終点の新山口、山陽線、新幹線、山口線とも乗り換え可能なグランドクロスをなす山口県の中核地です。そしてこの辺りでかつて宇部鉄道が粋な喫茶店とかで高いところからコップに落とされるカフェオレのごとくなみなみドパドパありえない表面張力をもってして羨望の眼差しを注いできた山陽本線の線路と並走します。しかし時代は速達性、このご時世にローカル化された断続の山陽本線と連携するなど高度情報化社会の現代において運客に手紙を託すがごとし、だから2003年頃のぞみリレー号と称する新幹線と連携した快速列車が5本程度走ったらしいです。ちなみにのぞみリレー号とまで銘打ったのはこの年に駅名が小郡から新山口に変わり、それと合わせてのぞみ号が新山口に12本止まるようになったからかと、とにかく新山口と宇部新川の間を走った快速は指折り数えても指が足らない13の全途中駅のうち途中停車駅は八須、常滑の2駅のみ。各駅停車だと50分以上かかる同区間を40分未満で駆け抜けるスピード感にはおのおの尻尾も舌も巻き命停したに違いありませんと丸く追われればよかったのですが、どうやらそうもいかなかったみたいです。というのもその2駅だけではうまく需要を拾えずじまいでした。宇部線は乗車人員が横並びになってるところが多い上、宇部岬からの各駅は市街地に突入するので需要が大きく膨らみます。ところが快速の力で颯爽と通過を見せるようでは、お前って早いだけだなという程度になり下がります。後々停車駅が増えたみたいですが、それもこんがり灼熱をあらわにする焼け石に水。2009年にはすっぱりさっぱり快速が消えてなくなり、やっぱり細々まざまざローカル輸送へと戻りました。ローカル線だって速さこそ正義だと拙速で早計なごたくを並べる方にはもしかしたら釈迦に説法なのかもしれませんが、時間が解決してくれないことだって5万とあるものです。でこの国道9号と交わる跨線橋の下から住所が山口市小郡令和になります。西暦何年かつ令和何年ということを人類に覚えさせる一番身近で一番軋轢を生む元号にあやかるなど縁起でもない験担ぎのような気もしますが、小郡界隈に元号の名前を付けるのはある種の習わしになっているようで、小郡明治も小郡大正町も小郡平成町も改称によって伝統的に生み出されてきたので、小郡令和は新山口駅周辺の住所にしようということで半ば巻き込まれる形で小郡令和になったらしいです。昭和時代だけ昭和通りで完結しているのが相沢賢吉を憎む豊太郎のごとく一点の折に引っかかるものがありますが、つぶさに言うのは控えるにしてもそれとなく右っぽい雰囲気を感じます。この部分の解説、左の代表格みたいなところが出してるネット記事を参考にして作ったんだけど、なんか後ろから刺されたりしないかしら。ちょっとわだかまりは残りましたが終点の新山口駅に到着。さて炭鉱に始まり石灰石などが栄え、現在はローカル区間として食いつなぐ宇部線、海岸沿いの工業地域につながる路線と小耳に挟んでみる限り確かに聞こえはいいですが、その実態は幽門の狭間に迷い込み線路を剥がすことすら検討された悲劇のアイドルたる路線。18切符旅で山口地区は長いのなんのと不平を垂れるのもわかりますが、山陽本線に憧れた宇部線に飛び移って栄枯盛衰に思いを馳せるのもいいんじゃないかしら。無論18切符シーズン外でも大層よろしゅう。みんなで寄り道していきましょう。私はこれから爆速で山口県のお土産を買って駅前をぶらつきもせずに光の速さで帰ります。皆様は私みたいな気のせく旅などせずゆとりを持って旅行しましょう。さようなら。